到着したけど開いてないね。これダメだな。上か？上かな？あそこ無理？あ、これだ。これ飲んでもいいんだね。見る限り上はトイレがあるんだよね。よいしょ、よいしょ。あ、もうすごい、すごいね。どこもかしこもすごいな上から見てる感じもここのエリアはもう気がないな。本当、うん、これから多分来る人いっぱいいるよね。終点？
見てきて。見てきて。ここがトイレ、お風呂、トイレかな、ここ。トイレだ、トイレ。すげえ綺麗。トイレは綺麗だ。めっちゃ一緒。生で食べるかぼちゃってね、これここアボカドみたい。ああ、そうなんだ。甘い。皮と種はね、そこにゴミ袋があるので。マンゴーとかにボタン押してから収穫する、うん、美味しいでしょ。めっちゃマンゴー。そうでしょ、食感がね。うまいうまいうまい。フルーツなんです。今しか取れないんですよ。そうですね、うん、買ってこう。さっきここ静岡県の方、これにしよう。ナスは？ナス買っていいよ。ズッキーニは？うん、買っていいよ。これ？ちょっとお水飲んでみよう。ここに。うわ、冷て。うまい、うまい、うまい。ねえ、本当
大丈夫かみたいな。はい、オッケーでーす。9時からやってるよ、9時から、うん、豚も取り回りますよ。あ、豚もいる？サンマもあるぞ。サンマ、そこ。これがあれだよね、 LINE 登録、トイレ、ああ、トイレすごい綺麗。キャンプペグ持ってるね。白パパ、いいかな、かわいいね、うん、すごいわ。あ、めっちゃやん、ね、これはすごいね。クロワッサンとかある、あ、これか、これがうまいの？え？わからないけど食べてみたい。ああ、食べてみる。買ってみる。いいの？いいよ。結構だね。すごいな。ね。うん。これあのジングスより、あれジングスいくらやった？ジングス。いやでもすごいな。ちょっと増えたね。よくわかんないけど。で、まだもう一人。これ何これ？氷か、うん、保冷用のね、なんか飲み物凍ったペットボトル、あ、ここにビールサーバーがある、うん、あ、お酒もあるんだ、1枚いった、へえ。いいね。なんか安いとか言ってたけど、うん。冷えたビールもある。冷えたワインもある。ペイペイも支払える。商品のバーコードをスキャンしてください。バトニング、正しいバトニング、あ、
すごい。すごいな。気持ちいい。いて、手を打った今。気持ちいいな、これ。バトニング棒、気持ちいいわ。やべえ。これでも、これでしょ？うわ。鋳型、鋳型。これで OK。ほら、もう火がついた。今もうまい。ドレッシングもうまい。うん。あ、こうやって貼ってんだ。ここにペグを打ってんだね。うん、木の間に。うん。うん。すごいすごい。これ気持ちいいな。つうか空いてるけどな、あの辺とかさ、うん、ありがとうございます。いいよ。じゃあ夜の分、はい、乾杯。いただきます。すげえな。おお。あれ、ちょっと待って。本当なんかもう駐車場もすごいよ。朝6時前、5時42分、24時間営業なんで空いてます。さあ、よいしょ、トイレか。400円。どれがいいかな。ほうれん草。
うまさき芋、これがいいな。うまさき芋がいいな。ほら、なんか可愛いパンダね。うん、どうだろう。うん、しっとりしてる。はい、木曽駒からちょっと、木曽駒冷水公園のキャンプ場からちょっと福島、木曽福島の方に、19号を走らせて、なんだっけ、海田高原の方にちょっと入ったら、せせらぎの湯、せせらぎの四季っていう、温泉施設があります。大人1回700円。で、ここは城山温泉っていう温泉の中の、かな、信州木曽福島城山温泉せせらぎの四季。朝10時から夜の9時まで営業しているようです。立ってんじゃん。それだ。よし。揚げ玉そば。これはね、七笑い酒造。あの、木曽福島の町の中にある七笑い酒造。製酒麹を使った本格焼酎。行ってみますよ。ちょっとロックで。美味しいよ。これで1700円ぐらいだっけ。これすごいよ。これ木曽福島で買ったジャンボしめじ。いや、たっぷりくる。なんかフランクフルートみたいな。ピンクじゃないですか。もっと煙がいい感じで出てる。収穫ですか。はい、はい、バター醤油、しめじステーキ完成で、いただくぜ。はい、いただきます。バター醤油。うん、あ、うまいよ。うまいぞ。美味しいつゆつけながら。うん、やっぱ頭と茎全然食が違う。うん、なんか、あの、いい、これいいわ。あ、チーズすごいか、チーズすごいぞ、これ。いただきます。いただきます。うん、これガーリックすごいね。
うん、それすごいよ、繋がってます。連ちゃんです。誰切ったの？繋がってましたね。引っ張り上げたらみんな釣れた。欲しい。トンテキです。トンテキね。トンテキです。熱っ。いいんですけど、俺いただきます。うん、うまい。豚ステーキ、まだ後で撮ろう。